吉さん、地獄の沙汰も金次第って昔から言いますけども確かに人間関係で悩んでる方って結局職場が多いんですよね。だから職場に行かざるを得ないから人間関係が壊れたままじゃ困るんだっていう環境を離れるためには職場に行かかななななくてもいいいいよよ。うう自分ででることとじゃないかなと思うんですよでね消費者でいる以上不満って基本的にないんですよね。 だって商品を誰から買うかサービスを誰かから受けるかって選べるわけですよ。でも商品やサービスを販売してる側っていうのはお客さんに迷惑がかかったらそのお客さんからたくさんの評判に移っていくってことが考えられるんで気が抜けないですよね。そうなるとお客さんの無理筋を通してスタッフに我慢させるっていう構図も出るわけですよ。だからお客さんを憎むんじゃなくて上司を憎むみたいなねことになってくるかなと。 だから禁止眼的な人っていうのはスタッフとして働いていてね何か揉め事とかストレスがあった時にそれが最終的にはお客さんからもたらされたものだから自分で解消していかないといけないっていうふうに考えられなくって目の前の上司とか部下が自分に迷惑をかけてるんだっていうふうな近視眼的な発想になっちゃうんですよ。でもももそそお客さんににてするる必要がなないいっていう風になると 多分従業員同士のトラブルって何も起きないんですよね。お客さんを最優先するからこそ誰かが割を食らって社内の誰かが痛い思いをするその連続じゃないですか長時間勤務にしても低賃金労働にしてもお客さんに要求できない部分を社内で消化しようとするからそうなるって考えたらねストレスのほとんどはそういったお金がないことによって起きてるんじゃないかなと思うんですよ。で えと出勤といいますかね通勤で不満がある方もいると思うんですよ満員電車とか渋滞とかね出勤しなければその不満すらないですから出勤しないっていう選択肢をいかに取っていけるかってことも一つ争点になるのかなと思いますねまあ吉谷さんもそうですけど私も出勤しないですし基本的に誰とも会わずに売り上げを作っているってこともありますしまあ今リモートっていう概念もねだいぶ通ってきたんですけども私たちネットビジネスで 集客して教育して商品販売してる側からすると何もかもリモートでやってきたんでリアルで会う方が割とコストも無駄になるし面倒だったりリスクも高まるしってことありますよね。まあ、億万長者合宿りますよっていうのがありまして熱海とか湯河原でありましたけどもねあれ結局会場を予約して何人か参加してもらわないといけないしポカ休みがないように自分の体調が壊れないように。 地震や災害によって現場に行けないってことがないようにっていろいろリスクが付きまとうわけですよ。全部のリスクをなくそうと思ったらこうやってリモートでやることですよね。5分前までなんかお風呂入ってましたとかね。このリモートが終わった後買い物行きますとかすごい自由ですよね。しまいにはこうやって喋っていても下半身何も履いてないとかね。そんなのも全然あり得るじゃないですか。カメラの向こうで何が起きているとも,もうボタンを押して1分でね。1分というか1秒でもう。 リモートが始まるわけですからだからこれも、うん、だからテクノロジーを使って、まあ、お金を最大限有効に使おうとしたらこうなるしで吉谷さんみたいにね1万文字書いた人としかコミュニケーション取らないよみたいなチャンネルを用意するともはや1万文字を書いいいいてくる人人の中に変な人はいなななはんじゃないかなと思うんですよね1万文字書ける精神力があったらなんか上げ押しを取って意地悪しようみたいな人いなくなるし。 億万長者合宿にに参加したら稼るるようになるんですかみたいな妙なこと言わないですよね。それは億万長者合宿に参加した人が参加中の質問で言うんだったらまだお金を払ってる身分だからこの億万長者合宿に参加して本当にお金持ちになれるんですかって聞くのはいいと思いますよ。そしたら答えとしてはもちろんこの合宿だけでいきなり合宿終了しました皆さん月収が100万になりましたってことはこれないのは当たり前ですよねと。じゃあこの合宿で学んだこととかこの合宿を活用したことを 合宿が終わった後どのぐらいアウトプット再現できるかってところに全てがかかってるんですよってことですよ。億万長者合宿一泊二日でも様々な重要なことをお話ししました。そして重要な機会も設けました。ね。私のチャンネルで皆さんのことをね、紹介しますって言ったのにそれを生かせなかった。じゃあどうするか。合宿が終わった後でもいいから、YouTube チャンネルで紹介してもらえませんか。動画を作ったんで久保さんのアカウントから発信してもらえませんか。様々な活用術あるわけなんですよ。で、それを私はね、 別にやりませんんっって言って言るわけじゃないんですよむしろ大いにやってくださいと億万長者合宿に参加してメディアのパワーがどれだけ使えるかってことを確認したはずなんですよせっかく商品があってもメディアがないから売れないんでしょじゃあメディアもない時に商品さえあれば私のアカウントで紹介するよって言ったのは千載一遇のチャンスじゃないですかなんで商品作ってこないんですか <laughs> じゃあ商品もないメディアもないセールスもできないつまり対談ですよね っていう答えが億万長者合宿で突きつけられた現実なんで合宿が終わって「ああ終わった」じゃなくって合宿が終わったんで合宿で学んだことのどれができてないかなってことが棚卸しできたんでじゃあそれをねやり続ければあれから3年今は絶対稼げてますよそんなのねえ稼げてるに決まってるじゃないですか何だったらこの億万長者合宿のリレーは途中でも何回か言いましたけどね私とユニシタンさんの独占物じゃなく,ゃなくって 他のの参加者の方が割り込んでできてねで月曜曜曜日日日ははは誰誰誰火水みたいなローテーショそうしたらねこの億万長者合宿の動画をみんなで共有して動画の本数も増えるし億万長者合宿ってやり取りがたくさんの人がやってるけども私も参加できますかみたいな感じでそのリレーに加わる方がねできるっていう波も起きてくるじゃないですかじゃあこれは億万長者合宿に参加しただけの特権なんで別料金をいただきますんでそれでよかったら参加してくださいみたいな形も取れるわけですよね で最終的には億万長者合宿って一泊二日の帰リキュラも300万で売ってるわけですからね300万の合宿ですよ1億円を売り続けてる人間が2人して300万の合宿をやるんですよどれだけ割安なんだって話じゃないですかで300万が高いと思ってる方は300万以上稼ぐそのビジョンが見えてない人ですよねだって1億円稼ごうとしてる人がその経費が300万ですって言って高いなって感じますなんかね イメージそこつけないといけなないいいとですよねこれからいかにも稼いでいくんだからそういうふうに心に決めたんだからスタートの100万200万っていうのは小遣いみたいなもんだよみたいなねでも100万200万の参加費を払うことに躊躇して本当に稼げるのかなみたいな疑問ね稼げるのかどうかじゃなくて稼ぐのかどうかですよこれはだって私は吉田さんが代わりに稼いではいお金だよってあげるのが合宿じゃないですよ、うん、合宿に参加することによって 稼げてる人と稼げてない人の思考の違いとかそれから行動力の違いっていうのを目の当たりにしてですねでそれで自分がどうするかっていうのを決めていくそのきっかけの一日じゃないですか、うん、まあ返す返す思いますけども億万長者合宿に参加して以来ずっと億万長者合宿を自宅でしてる方って誰がいるんですかと私と石谷さんだけになっちゃいましたよ、うん、億万長者合宿はリアルで 周回する場っていうのはあそこしかなかったですけどもでもあれから毎日やってますからねね今日までに至るまで四4000話とかいくわけですからいや4000話やってね4000回デーアンドナフター繰り返して稼げないっていうことはもうセンスがないそれは稼げない人ですあなたがどんなノウハウを持ってもどんな投資を持ってもどんなビジネスを持ってもあなたは稼げませんっていうふうなねそんな差別的な結論を出さないといけないってことですよ、うん、いやほんにね 稼いってらっしゃい。